ん？これ何？このハテナマーク一体何なんだ？ん？わかんない。気になるな。行ってみるか。その前におじさんから報酬もらいたい。3人勝った、6人に勝てれば豪華な景品だったのか。なるほどね。じゃあそれはもうサクッと倒しちゃうか。あそこにいんな。誰だ？ロト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 着信だ。誰？ペッパーだ。よう、富士。この山のどっかに岩壁の主がいるらしい。この辺り探してみたんだが全然見つからねえんだよ。まさか高い壁にひっついてるなんてことはないだろうし。そうなんじゃない？そんなに深いところにはいねえはず。だから探しすぎて開けから落ちんなよ。分かんなかったらマップアプリで周りを見てみるのもいいかもな。え？普通にいるの？主が？まさかここにいるとか。いやそれはないか。まあそれも注意して見ていこっか。じゃあ軽くトレーナー乗しちゃうか。はい、ビジネスマンのヒロハル。お前は働け。道が分かれてんのか。でもあっちゃんじゃないか。この先ボールタウン、大きな風車が目印。そっか、まだボールタウンとやらに着いてないんだ。なんだこいつ。カニ？カニだ。なんてポケモン。ちょっと戦ってみるか。崖ガニっていうのね。何タイプかまだわかんないよね。最初だもんな。ちょっとこれ相性悪いんじゃないかな。焼き尽くして見れるか。あー絶対これ相性悪いか。だって岩タイプ？そうだよね。変えよっか。はい、バトンタッチのバブル光線抜群だけど、向こうの方が先手取っててやばいんですよ今。やばい。負けちゃう。どうしよう。わーやるしかないか。普通に、わーこれは崖ガニが岩落とししてきて、あるがるになっちゃった。もういや、もし岩タイプならもうそうだね、格闘タイプの技でよかったんだ。ナイスたくましい、頼れるわ。なめるな小僧。なんかこの人個性的、超岩壁すご、ポケモンすごねえ。どうした？なんだこいつ、芸術家なんだ。ああなるほどね、スプレーアートとかしてんのかな。じゃどんなポケモン出してくんの。ビビオン、かわいい。そんな色なんだこの地方のビビオンは。へえなるほどね。だけどごめんよ。でこの塔はなんだ。何かありそう。行ってみよっか。ん、まあ、たくましいんがそこにいて、え、あなんかある。ヒールボール、捕まえたポケモンの HP と状態異常を回復する。あ、そんな感じなんだ。で、上に登ってみると何があるんだ。トレーナーとかいいのかな。さあ、一番上にやってきました。なんだ宝箱。その前にまず一旦これいいやつ、指を振る。なるほど、使えるかな。で、これはなんだ。え、あ、コレクレーなの。コレクレーって普通に戦えるポケモンなんだ。知らんかった。何タイプ。こいつ欲しいな。焼き尽くさないよね多分、一発じゃ。焼き尽くすなよ、ほどほどに。うん、ミディアムレア。くっそー、これくれー。砲撃値やりすぎ。マジか、やっちまった。60ももらえんのコインが。いやだけどこれくれー欲しかったな。あいつ面白そうだもんね。くっそー、さあ、わ、落ちたし、大丈夫か。ああ、大丈夫。あ、スマホロトモのね、効果だ。向かうべきは、まっすぐあっち、なんだよね。あ、でももうトレーナー6人倒したかな。報酬もらいに行こう。おじさん、ぶちのめしてきたよ。さあ、俺が勝ったトレーナーは6人。で、豪華な景品、それは一体何ですか。貝殻の鈴。持たせたポケモンが攻撃して相手にダメージを与えたとき、HP を少し回復できる。めっちゃいいじゃん。誰に持たせよっかな。使うじゃなくて持たせるか。はい、これいいね。まあやっぱり、うん、最初は捕撃地にあげようかな。さあ進化してあっちげてなった捕撃地、かっこいいぞ。じゃあどんどん先に進んでいこう。けど寄り道もしたくなる。何があるんだ。なんかいいアイテムあるわ。何、怪しい光。うん、相手を混乱にできるやつだ。まあトレーナーとかもいるし、なんか面白いイベントとかあったりするのかな。このポケモン何、え、めっちゃ可愛くない？可愛いけどなんか物騒なもん持ってる。え、マジでお前欲しいな。名前なんて言うんだ？友達なのぜ。カヌちゃん。カヌちゃんっていうの。いやまあ、岩タイプっぽいんじゃ、もしくは格闘とかそんな感じかな。焼き尽くさない。いや、またさっきの声から。うん、臨床ぐらいにしとこう。でも臨床結構強いんだよな。おお、あ、大丈夫か。今一つ。ノーマル技が今一つってことは？ん？
じゃあ岩か。まあ岩ってことは炎タイプの技もまあ今一つだよね。じゃあ焼き尽くすやっちゃって大丈夫か。レアレアレレアレイ抜群かい。抜群なの。あ、鋼タイプか。カヌちゃん欲しかった。くっそ、カヌちゃん他にねえか。探そう。カヌちゃん、さあ今メイクル狩りをしてるんですが、まあ可愛いけどね。あんさん、それじゃないの、岩壁の主。いや違うか、さすがにこのカニのことじゃないよね。倒そう。オッケー、ナイス、たくましい。これ関係ないのか。うわー、怖え怖え怖え。逃げよう。あれ、でけえのいない。あいつは他の崖ガニとはさ全然違くない。あれ、もうここってもしかして、いやまだ早いか。あ、いやもう来てる。ここのこと、岩壁の主を探そう。絶対あいつじゃん。行くぞ、ミライドン。え、かっ、でっけえでっけえ。仲間にしてあいつは。たくましいんだな。うん、格闘タイプのたくましいよ。こういうキモ、ちょっと挨拶に行こうか。キモいとか言ってすいませんでした。はい。おお、こいつだよ、絶対こいつだよ。ねえ、でかすぎるもん。なーにー、何レベル。いや、レベルとかじゃないのか。ボス戦、そういうこと。最初は猫騙して今できるっけ。できるよね。うん、まずは猫騙しで、うん、ひるませて。あ、でも結構食らうな。今一つでそれだもんね。じゃあ普通にハッケーいくよ。いや、テラサリ行くか、一気に。よし、たくましいん、ハッケーだ、行ってこい。さあ、たくましい、たくましいんがスワロフスキーコラボ。なるほど、格闘タイプは頭そうなるんだ。拳ね、オッケー、拳で当選棒。あ、これは他のポケモンに変えられないですね。なめるなよ、俺らは聞く気なんかね。ハッケー、いけ。うわー、強い。さすが、こいつでさ捕まえられんの。怒りの甲羅、特攻が上がった、素早さ上がった、全部上がるの。あ、だけど防御下がるんだ、バカめ。だけど捕まえたいんだよね。あ、捕まえられないのか。うん、ボールマークないもんな。一応様子見る。ガキガニ岩タイプね。じゃあもう普通に勝つしかないか。オッケー、ハッケー、決めろ。挟む、どこを立ってんだ。おお、結構いく。なめるな、たくましんのハッケー、決まりだ。え、あ、でもまひった、仕留められなかったな。とだって防御下がってたよね。嘘、もうあんなテラスタルって早っ。あ、違う、逃げるのか。何？なるほど、これを繰り返すのか。どこ行った？ん？下にいんじゃねえかよ。逃げろよ、逃げるならもっと。一旦回復しよう。回復して。よし、逃がすな！え？え？何してんの？主のガキガニは何かを食べ始めた。あれ、ペポ、フジ、主を見せたのか。もうご覧の通りです、目の前にいます。あいつが岩壁の主、でかすぎんだろ。スパイ作って強くなってるのか。フジ、気をつけろよ。もしかしてこれは共闘か。え、強化されんの。何食ったんだよお前。え、でもオーラをまとっただけ。シェルダー頑張ろうな。一旦猫だましね。うん、あ、なるほどね、ダブルバトルだからそれできるんだ。ヤバそうちゃんだけど負けねえぞ、シェルダーで挟み上げだ。まず猫だましです。はい、安定のね。そしてひるませる。さあシェルダー、やっちまえ。睨みつける、そんなんでいいのか。攻めろよ。まあでも僕が避けるのは嬉しいか。よし、もうまたテラスタルで行く。そうね、捕まえられない感じだもんね、やっぱりね。テラスタル、テラスタル発見、決めよう。ガケガニの挟む攻撃、シェルダー硬いな。ナイスナイス。そして水鉄砲いいよ、ポカ抜群。さあ、あとはタクマシン、お前が決めろ、発見。どうだ、
うわー、まあいかないか。でもそうだよね、評価されてもな。これ真昼のいいね。うん。そして相狩りのコーラー来る、攻撃特攻が上がる、素早さも上がる、だけど防御は下がるんだよね。よしよし、それが命取りってやつだ。オッケー、ガキガニは体がしびれて動けない。ナイスナイス。水鉄砲、お前が決めるなよ、お前が決めるなよ、俺が決める。よし、最後お前だ、たくましい。これが最後だ。見たか、俺の拳。で、どうなんだ。さすがにもう1ラウンドとかないよな。だってもうすでにこれさ、強化されてる状態じゃん。そうね、仕留め切った。捕まえたかったな、主ポケモン。うん、たくましい、ナイス、めっちゃ偉い。さあ、みんなもね、どんどんね、レベルアップします。で、そこの岩場が崩れた、なんだ。よし、フジ、お疲れちゃんだぜ、インサートションさん。主ポケモン、怒らすとすげえ怖いな。そりゃそうだろ、なめんな。で、主ポケモンを倒すと何がどうなるんだっけ。あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。そう、秘伝スパイスを探してるんだよね。戻ってこないうちにちゃっちゃか調査しようぜ。オッケー、秘伝スパイスか。薄暗いから気をつけろよ。なんだ、ん、あった、あー、なんだ。お、あるじゃねえか。さっきガケガニが食べてたのこれか。うん、これ秘伝スパイスだ、本で見たまんま。秘伝スパイス、秘伝甘スパイスを見つけた。どういうこと。うおー、やったぜ、富士のおかげだぜ。本当ですよね。何に、本によると秘伝甘スパイスは胃を健康にして食べ物を消化しやすくしてくれる、ほぼヨーグルト、腹痛や食欲不振にも効果絶大なんだとさ。そんなもんなの。早く食わせてやりたいな。いや、もっとこうさ、潜在能力覚醒するとかそういうことじゃないの。よっしゃ、腕によりをかけて料理してやるぜ。いや、嬉しいけども、あれ、なんか思ってたもんじゃなかったな。うわ、つりゃつりゃ。どんな料理だよ。お待ちどさん、スパイスたっぷりペッパーサンドイッチ完成でい。あと、主ポケモン確かめた、お礼のバッジもやる。お礼のバッジ、ジムバッジのレプリカアレンジしたんだ。そういうのをわざわざ作ってたの。あ、かわいいけど、かわいいけどもね。うん、ペパーかわいい。ってことで、主ポケモン一匹クリアと。なるほど。捕まえらんないのか、あいつ。あれ、ミライゾンどうした。あ、ギャ、あ、そっか、サンドイッチ好きか。食べる。げ、こいつなんだよ、自分出てきたのか。うん、自由なやつなのよ。スンスン嗅いでる。ダメだ、これ俺んだぞ。お、おい、お前のはないぞ。グギュル、そんな顔で見るなよ。サンドイッチあげようか。あげるよ、そんな目で見られたら。食べな。一口もかじってないけど。全部食う、その気遣いなし。フジ君一口も食べてないのに。あー、せっかく作った投げちまってさ。うめえか。もう富士の分ないからな。悲しい。作ってくれよ、ペーパー、そこをなんとかよ。あー、もう分かった分かったよ。いいやつかよ、俺の。いいやつ、半分くれた。ちゃんと味わって食えよ。ガッガー、それでいい、それでいいじゃねえんだよ、おめえ。おめえが全部食うな。ん、もう食い終わったのかよ。え、アギャース、何、どうした。ミライドンはライド技ダッシュを覚えた。何、秘伝スパイスを食べたら変わるの。ん、なんかこいつパワーアップしてね。あ、いや、かわいい。うお、マジか、スパイスの力ってすげえ。人間には胃の調子を整えてくれる効果しかないけど、ポケモンにはパワーアップがあるんだ。こんなにも効果があるならきっと、うん、きっと宝探しに役立つんじゃないか。ダッシュ覚えたのか、まあ助かるけどね。うん、そうに違いねえ。うんうん、言い聞かせる。よっしゃ、秘伝サンド食って腹いっぱい。後片付けでもするか。そうね。いや、できればさ、崖登りとかそういうのを覚えてほしいんだよな。お前はいいって、主さって使えてる。いい、優しいかよ。あとは俺に任せて、残り4つの秘伝スパイス
先に探してくれよな。めっちゃいいやつじゃんこいつ、急に好きになった。サンドイッチ半分くれた俺忘れねえ。秘伝スパイスあと4つか、結構早いかもね。なんだ、本当にありがとうな。どうした、え、どういうこと。もういいぞ。何が、ん、出てこい。いや何出したん、ロト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 、誰、そして、あ、フトゥーさんだ。ハロー、フジ、こちらフトゥー。待って、ペパーの話すげえ気になる。何なんだろう。未来ドンが本来の力を一つ取り戻したようだな。そうですね、ライド状態で走る、ダッシュの速度が上がったよ。てかフトゥーさんどこで見てんの、怖、監視されてる。はい、Lスティックを押し込むとダッシュができるようになりました。やったぜ。ダッシュ中に木に当たると木の上にポケモンを落として戦えると。へえ。その調子でパルデアの広大な大地を駆け巡り、未来ドンと共に冒険を続けてくれ。君たちの旅に決められたルートはない。マップを確認し、君たち自身で目的を発見したまえ。好奇心をそそられた場所を気ままに探索するのも良いだろう。さまざまな経験が君たちを大きく成長させるはずだ。うん、わかってる。引き続き未来ドンよろしく頼んだよ。そっちは何をしてんだろうな。まあ冒険を続けていくんですけれども、ペーパー用意、何を出した、うわー出れねえ、じゃあ入れねえ。マジか、何のストーリーがあるんだペーパーには。なんか含んでるもんな、ずっとな。気になる、崖ガニもいっぱいいる。あ、待て、お前はガーディーじゃねえか。ガーディーだ、いらっしゃい。倒すなよ。うん、いい塩梅。じゃあこれでいこう。モンスターボール、ガーディーちゃんいらっしゃい。かわいいよな。やっぱり初期のさ、151匹はかわいく見えちゃう補正がどうしてもついちゃってる俺。オッケー。はい、ガーディー、子犬ポケモン、人懐っこく誠実な性格、敵には吠えて噛みつき追い払おうとする。いい子じゃないか。じゃあ名前どうしようか。もう誠実なやつだから、もう誠実だ。お前誠実くんだ。オッケー。まあ炎タイプはまあ砲撃者いるからボックスで来ろっか。うん。さあということで、まあ主ポケモンが終わったと。じゃあまっすぐ行ってボールタウンに行ってみようか。あれ、あそこにいるのは、あれ敷地家か。わあ欲しいなあ、敷地家さんこっち来て。なんとかこっから投げれねえか。いやダメか、藤君遠投、上の方に遠投。くっそ、敷地家さん欲しいな、可愛いしな、進化もかっこいいしな。くっそ、ここ無理か。いや無理だよね、繋がってないんだ。街行かなきゃ。こいつなんだ、え、君何者。え、可愛くね、え、ちっちゃい。何ポケモン、炎か、炎と悪とかそういう感じ。この子いいな、カルボーって言うんだ。なんだこいつ。どうしようかな、焼き尽くす。いやー怖いな、臨床ぐらいにしとこうか。はい、噛みつくでもいいかな。倒すな。オッケー、危ねえ。キノコ、まあ炎タイプポケモンをかぶってから正直いらないかもしれないけども、捕まえよう。カルボー、こっちに来い。でもこの子メスなんだ、カルボー。何、なんか硬い石で、うん、捕まらなかった。ちょ、もう一回モンスターボール。頑固になるなよ、正直になれ。来い。いや2回目はすんなり来るんかい。はい、カルボー、ヒノコポケモン、戦いになると火力上がり生死鮮度に達する。ほう、油分の多い木の実を好む。カルボー、まあ男の子っぽい名前だけどメスなんですよね。どうしよう、名前むずい、もうだいぶ頭が煮詰まってます。カルボーちゃんの名前、まあカルボーっていう名前から取って、まあカルコちゃんとかカルミちゃんとかボーコちゃんとか、もうボーコちゃん返そうだけど、そこら辺はなんか違うなと思っちゃって、まあ生死鮮度になるから鮮度ちゃん、いやそれもなんか違うなと思って、もう一旦普通にフラットに考えて、炎属性の女の子でかっこいいっていう、この3つで考えた時に真っ先に浮かんだのがレッカーの炎に出てくるナダレとルイなんだよ。ってなると、なだれ、結構、あ、間違っちゃった、一旦待って、手持ちに加える。そしてこのタイミングで肉受けの様子が、マジか！
違う、今カルボーちゃんの前をつけようとしたとこあったのに。ああでも嬉しい、肉気が進化して可愛い、立った。肉気はパモットに進化した。え、めっちゃ可愛いじゃん。手のひらで打撃を加えつつ肉球で、あ、読ませてくれ。はい、パモットちゃん可愛い、詳細。手のひらで打撃を加えつつ肉球で電撃を浴びせる、独特の格闘技を使うと。格闘、あ、電気格闘なんだもんね。すげえな、かっこいいな。この子強くなる気がすんな。そしてですよ、カルボちゃん、瀕死状態だ。この子の、名前を変えてあげたい。で、そう、ナダレかルイがね、結構ハマるかなと思いまして、ちょっと見てみようか。カタカナでナダレにするとこういう感じになると、あ、ナダルに見える、燃えてってなるから、ルイにするか。ルイはかっこいいんじゃない？あ、かっこいい、これにしよう。はい、うちのカルボーちゃんはルイちゃんです。あ、いいね、かっこいい。この子進化するよね。だいぶかっこいいんじゃない？楽しみ。あ、違う、町行かなきゃ。いや、このゲームやばいな。もういくらでも探索しちゃう。あー、気になるけどもうやめとこう。もうダッシュ、こういう感じでかっこいい。もう何も、もう脇目も振らず町へ行こう。そうしよう、もうそこだ。あー、気になる。あー、こんにちは、ごめんね。そして進化するんか、褒めて伸ばす、マジか。ププリンからプリンへ。はい、かわいい。いや、もう順調ですよ、褒めて伸ばす。もう進化し、待って、君は何、その鳥何、踊ってる、ちょっと君誰。あ、て右のポケモン気になる、なんだあれ。君はなんていうの、踊り鳥。あ、踊ってるもんね。へえ、面白いじゃんお前。そしてこの子たちは、あー、これオープニングムービーで見た子だ、リーゼントの鳥。かわいいじゃん。わー、突っ張ってんな、気になるな。こいつ、こいつは捕まえようかな。イキリンコって言うんだ。あ、インコ？めっちゃ可愛いじゃん。捕まえよう。イキリンコ、いらっしゃい。ま、生きってるインコか。面白いな。オッケー。はい、イキリンコ。インコポケモンね。イエローフェザー。あ、じゃ違う色もあるんだ。黄色のイキリンコは特に荒っぽい。他の鳥ポケモンを街から追い出したこともあるひでえやつだな。じゃあ、君はんだこらーだ。オッケー。この子はボックスへ行こう。よし。で、やっと街ですよ。行きましょう。緑も可愛いじゃん。まあ、黄色が一番荒っぽいと。いいじゃんすか、うんだこら。じゃあ、まずは、はい、町まであと3歩。ようこそボールタウンへって行きたいんだけど、ポケモンセンターで回復しよう。あ、でもボールタウン入りました。はい、ここボールタウンでーす。さて、やっと到着。ボールタウン。へえ、綺麗にしてんじゃんって感じで、お邪魔します。どうも、富士です。ご存知でしょ？未来のチャンピオンですよ。ほら、なんか素敵だね。なんか北欧のような雰囲気がある。で、君は？ここはって言ってる。ここは？あ、違うの、メイクルじゃない。あ、でも可愛いな、お前な。だけどごめん、道中お前の仲間をいっぱい倒してしまった。ここは？ここはボールタウン。花と芸術の街。なんかあるかな？これは木回りか。木回りちゃんね。お花いっぱい、素敵。何があるんだろう？マップ見ればわかんのかな？あ、そっか。ジムリーダーいるんだ。ボールジムに挑戦しよう。はい、ボールジムコルサっていうのかな？別名、ネイチャーアーティスト。草タイプの使い手、駆け出しトレーナー向け、彫刻など立体作品を得意とする草ポケモン専門の芸術家。めっちゃいいじゃん。ジム挑戦者の前に現れる彼の登場方法はボール名物の一つ。登場方法が名物。ちなみにお店はベーカリーオルノ缶の大将オーラオーラ。何なんだろう、ベーカリーオルノはまさかの2店舗ある。人気なんすね。ちょっと登場方法気になるな。で、これがベーカリーオルノ、これ本店なのか2号店か分かんないけども、ちょっと行ってみるか。あー、食材が買えるのね。なるほど。まあ、別にピクニックな、そんなに考えてなかったけど、じゃ一旦するでいいか。パンを買いに来たらまさかの食材を買うとこあった。あ、君はこの子名前なんて言うんだっけ、めっちゃ綺麗だよね。ニューポケモンスナップですげえ綺麗だった。どうもこんにちは。笑われてる。うわ、この少年とのサイズ感がまた可愛いな。もう友達のようだ。めっちゃいいじゃん。で、あそこがボールジム。なんか言っちゃ悪いけど、この町の雰囲気とあんまり合ってないぞ、建物が。まあ、いっか。子供は元気ね。と言ってるおばあちゃんの視線先には、大勢の子供はいない、一人しかいない。いや、ほんと癒される町だね。早速行ってみようかな、ジム。もうムービー入っちゃった。後ろのアスレチックとかもすごいいいね。
わあ、遊びに来て、この町は。まあ、来てるんですけどもね。どうした？ん？やばい。ん？コールさんやばくない？やばい。何でもかんでもやばいって言うな。いや、ジムにも行けるんだけど、このアスレチック何なの？めっちゃ可愛いじゃん、ここ。あ、なんか書いてあるこれ。ん？読める？ルテンの轍。作者不明。めっちゃいいじゃん。そういう感じで作品が随所にあるんだな。こっから登れんじゃん。登ってみよう。うわー、アスレチックだ。メークリル可愛い。可愛いじゃん。何冷めた言い方。うん、自分のポケモンならもっと可愛いとかで言ってあげなよ。何可愛いじゃんって。ん？最高。そうだね。高いところ最高。可愛いなこの子。町の外にはヤグラっていう高い塔みたいなのあるんだって。うん、見たな俺それ多分。この子顔可愛くない？あ、この子可愛いな。やけに可愛いな。うん、最高。じゃあお兄さんと写真撮ろっか。なんかちょっとギリギリアーツなことをしてるけどね。知らない女の子とこれにしようかな。うん、女の子にぶん殴られて、女の子は最高って言ってるところね。はい、意味わかんないですね。お、なんかあった。これがって言ってるの何？これがコルサ先生の作品か。ちょっと作風が違うようだが、多分これ違いますよ。はい、スキルスワップ。超能力で自分の特性と相手の特性を入れ替える。まあ、使えるタイミングあんのかな。ちょ、上級者向けだね。よし、じゃあジム行こう。暴走行為やめろ。はい、着きました。行こうぜ未来ドン。かっけー。クルーザーバイクでドドドドドドドって感じで、もうハーレーでやってきた感じだよね。よし、頼もう。あれ、ネモッチ。あ、フジ。あれ、ネモちゃん西門の方から行ったじゃん。ジムに来たってことはジムバッジ集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。まあ、そうなりますね。圧がすごいですね。やった、そう来なくちゃ。誘った甲斐があったよ。ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。これあげとく。私だと思って使ってね。私だと思ってって。いい傷薬。もうすぐ使っちゃうよこんなん。富士がチャンピオン目指してくれて本当に嬉しい。だけどネモちゃんがチャンピオンになりたいんじゃないの？まあ、張り合いたいのか。バトルジャンキーだもんな。うん。なんかこう、いても立ってもいられない。その辺のトレーナーに片っ端から勝負に挑んでくるね。その辺のトレーナーかわいそう。元気ですね。さあ、このジムでは何をするんだ？ようこそボールジムへ。うん。挑戦者のお名前を登録します。富士さんですね。そうです。当ジムリーダーコルサと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。何すんだ？ボールジムのジムテストは、キマワリ集め。なんじゃそれ。あのキマワリちゃんか。ボールは芸術の街。作品のモチーフとなる自然や自然を育む太陽に感謝しており、まあ、だからキマワリか。どちらの要素を持っているキマワリを集めて、もてなす風習があるんです。なるほど。富士山にはボールタウンで太陽のようなお花のポケモン、キマワリを見つけていただき、10匹集めてキマワリ広場へと連れていけば、ジムテストクリアとなります。これ本当に強さと関係あるのか。あ、で関係あるのかな。まずはキマワリ広場の場所をマップに登録しますので、そこにいるスタッフから話を聞いてみてくださいね。ジムを出てすぐ右、大きなキマワリのオブジェが目印です。すぐ右。ここの中にいないんだ。じゃあ行ってみようか。そのキマワリと戦っていくのかな。で、こっちに誰かいる。最近どうした。最近学生さんが多いね。宝探しが始まったんですよお兄さん。未来のチャンピオンは私ですよ。覚えてきな。クワッスで、ん、クワッスで挑戦したボル負け。ガーディーなら勝てるかな。そうか、草タイプだもんね相手は。ってなると俺はだいぶ有利だぞ。行ってみよう。あれ、もう夕方じゃないか。で、右の方って言ってたな。あ、そこか。ここがキマワリ広場ってこと。あ、これだ。このお姉さんだ。こんにちは。私はキマワリお姉さん。ジムのキマワリたちのお世話係なの。キマワリ集めをしに来たジムテストの挑戦者だね。日が沈みましたけど、この時間からでもできますか。早速キマワリたちには町中に散らばってもらおうか。あ、やってもらえるんだ。ありがてえ。おお、すげえ声だな。キマキキマワリたち準備できちゃって。本当、ジムテスト開始。キマワリを10匹集めたら、こちらキマワリ広場へ連れてきてね。それじゃあ行ってらっしゃい。キマワリたちをよろしくね。なんか始まったね。ジムテスト開始。キマワリを集めよう。もう早速そこにいるじゃん。うん、行ってみよう。ん、かわいい。え、おお、もう全然いるじゃんそこに。どうした。あ、キマワリがいた。
ん？ひまわりは富士についてくるようになった。え？楽勝すぎるんですけど。おいで、来てるわ、かわいいって感じで。もう早速3匹、早いぞ。え、ついてくるの？え、かわいいな。よし、じゃあ町にいるんだよね、きっと。いるじゃねえか、ついてこい。おめえも、はい、見つけた。ん？木？ん？逃げた？え？逃げるの、あいつは。あ、バトルするの？あ、バトルするんだ。レベル14。いやー、倒しちゃっていいんだよね。ボールで捕まえるとかじゃなくていいのかな。あー、もう効果抜群だもん、しょうがないや。そして捕撃値が新しく、バークアウトを覚えたい。これ悪タイプの技だよね。どうなんだっけ。これはマックス立てるようにドアにつけて相手の特攻を下げる。それと噛みつかったら、噛みつくの方が、まあ威力は強いんだ。これいるかな、いらないかな。バークアウトいらないわ。うん。そして鬼火、鬼火、鬼火は、あ、ルイ君が、素晴らしいな、早いな、レベル16で。不気味で怪しい炎を放って相手を火傷の状態にする。あ、そうか、これって別に攻撃技っていうか火傷にする技か。でも使えるよね。炎の渦って4、5ターン閉じ込めるで威力35、これ強いね。驚かすゴースト技持ってるんだ。そして能力変化を元に戻す。このクリアスモックいらないかな、使わないんじゃないか。じゃあこれを忘れて鬼火を覚えます。いやー、ルイ君楽しみなんだけど。絶対進化するよね、まさかこのまま終わるわけないよな。そしてひまわりちゃんを倒しちゃったんだけど、嘘でしょ、早くねるが、マジか、あれ早いな、あれルルってさ、わー、マリルリだ。あれ今回のパートの初めの方で進化したんだっけ、早くね、前回だっけ。あ、倒したけどちゃんとついてくるね。いい風だ、なんだ、あの子すげえな、大物になるわ。じゃあまたひまわりを探していくんだけど、なんか逃したか俺。結構見るとこ多いな、探そう、お前らも探せ。あ、ここ絶対いる。あ、いた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 、こんちゃー。うん、これで5匹、あと半分だ。ここに1匹いたんだったらもういないんじゃないか。あ、え、違うか、子供か、風車だ。あ、君だ、いたいたいた。そしてあれ、あそこにいるのはなんだ、トレーナーか。こんにちは、行き止まり、何、また行き止まり、ふえ、迷子になっちゃった。あ、俺がじゃなくてね。うん、君が行き止まりなのね。あ、オッケーオッケー、よし行くぞ。あ、いたいたいた。うん、いいぞ、これで7匹、あと3匹だ。楽勝じゃねえか。それここ面白いな、迷路。あ、いたわ。おい、起きろ。よし、8匹、あと2匹だ。みんなついてくるのかわいいな、行こうぜ。そして芸術作品もあるっぽい。ん、収穫、あら素敵じゃないですか。そしてこれはポイズンテール、お、これめっちゃいいんじゃない。毒タイプのポケモンに覚えさせたいね。あ、いたわ、すぐそこにいた。これで9匹、あと1匹だ。どこだ、ついてこい。そこに一応アイテムがあるから拾っとこっか。うん、これは先生の、ん、先生の爪かな。お、これめっちゃいいんじゃない、これ。はい、先生の爪、軽くて鋭い爪、持たせると相手より先に行動できることがある。あー、絶対じゃないんだ、持たせよっか。うん、これはそうね、たくましいにしようかな。オッケー、いいんじゃない。そしてあれも作品か、素晴らしいな、無限の回か、作者不明なんだ。これは投げつける、うんうんうん、有名な作品に来たんだ、よくわからないけどいいね。そう、それでいいんですよ、もう美術なんて、なんかわかんないけどいいなって思ったらもうそれでいい。うん、理由なんかいらないですよね。そしてあと1匹はどこにいるんだ。ん、あれか、君か、あ、君だ、いたいたいた。はい、最後、あ、ひまわりがいた。10匹集めたのでひまわり広場に連れて行こう。
あれの結構サクサクだったな。てかちゃんと全部回ってないんだけどね。結構いっぱいいたのかな。あら、いい写真これ。ひまわり10匹めっちゃいいじゃん。かわいい。よし帰るぞ、見直し。もうクルーザーバイク。さあ、ひまわりたちを返しました。事務テスト合格。なんか優しいテスト。ひまわり集めてくれてありがとう。事務テストクリアよ。ボールジムの靴までオックシンってね。オッケー。ひまわりを10匹広場に集められたようですね。まあね、おめでとうございます。事務テストクリアです。富士さんには当事務リーダーと勝負する資格が与えられます。お、呼んでこい。ネイチャーアーティスト事務リーダーコルサに挑みますか。ああ、もちろんさ。登場方法気になるよね。それではバトルコートにご案内いたします。さあ来た、これがバトルコート。ん、これがジムリーダーコルサか。挑戦者よ。ん、あんなところにトゥあ、意外とそういう、あ、派手好きな感じなのね。うん、降りただけ。よくぞ来た。あー、なんかすごいって聞いてたからすごい期待しちゃった。うん、なんか彫刻の中からさ、バリーンって飛び出してくるのかなとかそう思っちゃうじゃん。私はコルサ、草ポケモン専門の芸術家、ボールジムのジムリーダーでもある。貴様のジムテスト、風車の上から見ていたぞ。ひまわりを見つけ出すその洞察力だが、うん、実にアバンギャルドなんかキャラ付けに必死じゃないか。大丈夫か。その神秘眼が勝負でも発揮されることを祈っているぞ。それでは私たち二人の合作アートを作るとするか。あ、そういうタイプなんだもんね、アーティスト。うん、さあ行こうか。準備はいいな。成形開始だ。 OK、 かかってこい。立体作品作るんだよね。その無知なんなん。ジムリーダーのコルサが勝負をしてきました。でもこの人スキースコック。チュリね、かわいい。ポゲキチ、遠慮はするな。焼き尽くしていいぞ。芸術とは破壊と創造、養分にならぬようあがくことだ。それはこっちのセリフだぜ。もうすぐもう焼き尽くしちゃっていう。レベル16か。全然簡単だ。いっちゃえポゲキチ。焼き尽くせ。可愛くて容赦はしない。これは楽勝っすね。ごめんな恨むならそっちのアバンギャルドを恨んでくれ。さあ続いてミニーブ。ミニーブって誰。でもきっと草タイプでしょ。いや、ホゲちゃん一人でもういけるわ。さあミニーブとは相方かっこいいな。あ、なんだこいつ、かわいいな。レベル16。もう同じですよ、同じこと。容赦はいらね。効果は抜群。これどうなのみんな楽しい、これ見てて周りの観客も大熱狂だけどさ、大丈夫なの。嘘っき。なんかもっと強いもの来るんじゃないの。駒行こっか。全然余裕じゃん。はい、入れ替えなくていいよ。はい、なかなか見どころがある。作品完成まで一気に導くぞ。ん、作品とは一体何なんだ。ウソッキーね。うん、変わらず普通のウソッキーだ。手あさるする必要もないんじゃないか。普通に焼き尽くせちゃうよね。うん、来るか。さらなる細工を加えよう。題して嘘から出た誠。これはテラッサルか。あ、だったらこっちもした方が良かったか。いやでも生きる気がするんだよな。うん、あ、でも嘘っきいてなんか岩タイプの技とか持ってるんだっけ。え、てかこの嘘っきなんか近くない。焼き尽くせるかな。あー、いかなかった、ギリギリ。そう、今私持ってるんだ。あー、ぶのーん、そんなもんかい。曲めっちゃいいな。わ、上がる。この特殊な感じでテラッサルするポケモンもいるんだ。それがウソッキーか。へえ、めっちゃいいじゃん。もう普通に焼こっか。焼こう焼こう。うん、終わりです。はい、対戦ありがとうございました。タイアリッシュタクマシンは新しくビルドアップを覚えたい。ビルドアップって結構強いよね、確かね。ちょ、見てもいい。体に力を込めて筋肉を分厚くして自分の攻撃と防御を上げる。これめっちゃいいよね。じゃあ気合ダメがいらないんじゃない。急所に当たりやすくなるか。そうね、うん、ビルドアップにしよう。 OK、
よし、砲撃地、いい子だいい子だ、よくやった。アバンギャルド、何が前衛的なんだよ。いやでも絶対本気じゃなかったって。一番強いのがウソッキーなわけないもん。なんというアーティスティックなタクティクス。うん、技のパターン、ポケモンのディティール、全てが研ぎ澄まされている。貴様との戦いを芸術と言わずして、他の何を芸術するものだ。もう大絶賛じゃん。私の審査は文句なしの合格だ。その証にバッジを進呈しよう。記念撮影にも応じてやるぞ。何の自信があるんだよそんなに。あ、撮ってるし、かわいい。これつまりさ、行くジムの順番とか自由なわけじゃん。最後にここに来たらまた違うさ、強いポケモンとバトルできたとか、そういうことなのかな。それ面白いよね。そうだとしたら、ジムバッジを1個所持すればレベル25までのポケモンが捕獲しやすくなり、いうことも聞くだろう。あ、じゃあちょうどよかったわ。うん、貴様のようなトレーナーには私のお気に入りもくれてやる。え、お気に入り？技マシン、草分け。何草分けって？草むらから飛び出すように攻撃する。軽快な処理によって自分の素早さを上げる。へえ、素早さ上げるのか。ああ、インスピレーションが止まらん、止まらんぞ。お、落ち着け落ち着け。新作の制作に取り掛かるゆえ、これにて失礼、さらばだ。自由な人。でもだいぶ手を抜いてもらった感あるよね、やっぱりこれ。ってなるとさ、なんか難しそうなジムは先に行った方がいいとか、そういうことなのかな。ロト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 、誰？あ、ネモッチか、もしかして。ネモッチだ。ヤッホー夫人、私のポケモン面白い技覚えたよ。あ、そういえばジムの調子はどう？あ、もちろん合格。あは、おめでとう夫人なら当然だよ。やっぱり夫人誘ってよかった。私も各地を巡って徹夜でトレーニング中なんだ。ちゃんと寝てください。パルデラ地方は広いから、マップを見ながら行く場所を決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。そういえば今頃ペッパーは何してんだろう。ペッパーにさっき会ってきたわ。うん、それじゃあまたどっかだったら勝負しよう。いや、ペッパー気になるな。ペッパーは一体何を抱えてるんだろうね。ってことで、ボールジム最初のジムクリアです。いやー、面白かった面白かった。今作ではさ、ジムリーダーと戦う前に普通のトレーナーとバトルするとか、そういう感じではないのかな。なんか気回り探しとか、ああいう感じのミニゲームが入る感じなのかな。面白いね。そして最後にさ、一緒に写真撮れるのがまたいいよね。そう、ポケモンってさ、ポケモンの魅力もさることながら、その出てくるキャラクターたちの魅力も素晴らしいじゃん。だから嬉しいわ。あれ、これ妙夢じゃね。妙夢ですよこの作品。うん、わあ、札幌駅にあるよね。他にもいっぱいあるんだけど、上に乗ってる、かわいい、撮っとこう。素敵。まあそれで鑑賞してるのもいいんだけど、次の目的地をねちょっと考えとこっか。マップ見ると近いのは、あー、そっか、スターダンだ。じゃあ次回、スターダストストリート、炎組のアジトをぶっ潰せ的な感じのやつ的なニュアンスの雰囲気です。